天下無双佐度七多有商本、節気用心とくまの創図説教説は、日本の中世に後期し、中世末から近世にかけて盛んに行われた、語り物芸能、語り物文芸、仏教の衝動から衝動詞が専門化され、生命から派生した和算や公式などを取り入れて、閉局の影響を受けて成立した民衆芸能である。近世にあっては、三味線の伴奏を得て洗練される一方、 あやつり人形と提携して小屋かけで演じられ、一時期、都市に生活する庶民の人気を博し、万事から漢文にかけて、江戸ではさらに元禄五年頃までがその最盛期であった。単に、説教でこの芸能を指すこともある。古くは、説起用と金書きする場合が多く、説教、説教両方の字が当てられるが、現代では、説教と表記するのが一般的である。 説教はまた、これを演ずる、芸能者を指すこともあり、その意味では、説教の者の、説教者や、説教時の言葉がある。説教が消門士らの手に渡って、ささらや、金、括弧を伴奏して門に立つようになった者を、門説教、主言者の才門と結びついた者を、説教材門と呼んでおり、愛情を帯びた、歌い物風の者のを、歌説教、ささらを、 伴奏楽器として用いるものを、ささら説教、操り人形と提携したものを、説教操りなどとも称する。また、近世以降に成立した、本来は別系統の芸能であった浄瑠璃の影響を、受けた説教を、説教浄瑠璃と称することがある。徹底した民衆性を特徴とし、年のり丸、小栗方眼、三章大部などの演目が、特に有名で、代表的な語曲をまとめて、 説教と称する場合がある。衝動文学、編集鎌倉時代末期に、古漢試練によって表された、原稿尺書末期29には、本庁音音を持って割れ、道を湖水するもの4やあり、教授と曰く日、盆梅いと曰いく日、衝動と曰く日、念仏と曰く不とあり、音声を持って、日本の仏道を流星たら、占めるものとして、教授すなわち説教し、盆梅、 衝動、念仏の四種があったことが示されている。これは、鎌倉末期にあっては、説教と衝動が互いに異なるものと把握されていたことを示している。古刊試練、現行釈書末期29、教示について記されている。ところが、説教も、衝動も本来は、仏法を説いて、主張を導く、営み全般を指しており、仏典を講じてその教義を解くことを意味していたので、 あって、それ自体は、文学でも、芸能でもなかった。しかし、従来仏教の保護者であった朝廷や、公家の衰退が著しい中世にあって、文字の読み書きのできない庶民への教化という動機から、次第に、恩韻抑揚を伴うようになったものである。それはまた、比喩、因縁など、説話の部分が、庶民にとっては親しみやすく、そこから、文学方面の関心を強めることにもつながり、 これを衝動文学と称している。衝動文学の名を初めて用いたのは民族学者の折口忍であるが、事実において衝動文学は説教文学を意味しなければならぬと述べているように、衝動文学はむしろ芸能としての説教に多大の素材を与えた。衝動文学の主な担い手は、高野清その他の開国賞、山伏、五子、妄想。 エッド希望し熊ビックに、各地の巫女など、下級の宗教家であり、その意味では、折口の指摘する通り、漂流者の文学、純幽霊人の文学であった。その内容は、自社の演技、高僧伝、神仏の霊言譚インド、中国起源のものも含めた、仏教説話など多岐にわたるが、彼らが、その信仰を、民主、南北朝時代、 アグイ流の衝動者の手によって成立したとみられる。新党集は、こうした衝動のテキストを修正したものと考えられる。なお、文学史的に見れば、新党集は、室町時代のおとぎ造史や、説教説の先駆的性質を有していると指摘される。ささら古事記、編集説教のものは、中世にあっては、ささら古事記とも呼ばれた。ささらとは、楽器というより本来は戦場用具であって、 茶船を長くしたような形状をしており、竹の先を細かく割って作り、左手で、ささらこまたは、ささらのこというギザギザの刻みをつけた細い棒でこすると、さっささらさらと、音のするものであるが、説教者はこれを伴奏にしたのである。現存する説教抄本で最古のものは、寛永八年の、カルカや、太夫の名が記されている最古は、寛永十六年頃の説教。 またえ、七郎を太夫とする、三世ウ太夫であり、いずれも江戸期に入ってからのものである。そのため、中世における説教が、どのような芸能であったかについては、不明な点も多いが、衝動者による、語りは、それを一層効果的なものにするため、音楽、さらには舞踊ともなうものとなり、次第に芸能化していったものと思われる、漢阿作と伝わる、洋曲、自然故事に登場する、 自然故事は、鎌倉時代末期に実在する説教者であるが、この作品では、彼は説法の最聴衆の眠りを覚ますべく講座の上で舞い、また、両親の供養のために我が身を売った娘を、人会の手から取り戻すために舞いを舞い、ささらをすり、さらに格好を売って見せている。能楽の自然故事には、客色が含まれている、可能性があるものの、芸能化した衝動者のありざの一端を今日に、 伝えている。自然孤児ではまた、ささらの起源として、扇の上に、この葉のかかりしを、もたる術にてされされと払いひしことより始まったと、記している。なお、自然孤児は、その当時から古事記と称されていたようであり、また、自然孤児を、主人公とする農学には他に、花自然孤児、向入り自然孤児がある。さらに、同類の説教者を、主人公に据えたものに、東岸孤児、 西眼孤児がある。セミ丸神社中世芸能の都にとって、自らの祖神と仰いだ盲目の僧、セミマル帽子を祀っている。近世にあっても、街頭や寺院の境内、門口で演じられた説教でも笹サ,サラを楽器として使用する場合があったが、これを伴奏に用いる笹サ,サラ説教は、鎌倉時代にまで遡るものと考えられている。永人4年成立の天狗宗志絵巻には、 粗末な木古しをまとい、ささらをする古事記像が描かれ、一方13世紀後半期に編まれたと推定される、説話集、先週章にも、ささら古事記にまつわる説話が集載されている。上述の自然古事も、去ることながら、廃曲となったゼアミの洋曲の中に、大阪物教という曲があり、そこには、セミマルという人物が登場し、ささ 大見国大阪山のセミマル神社に祀られる、セミマル大臣は、平安時代の歌人セミマルに由来し、江戸時代の文献にも、セミマル帽子は説教の都にとっては彼らの祖神と、仰がれる存在であったとの記録がある。セミマル神社では、お巻物賞を発行して、これを説教者の身分証明書、説教講演の許可証とした、現存する説教説の抄本は、 上述のようにいずれも近世に属するが、このように説教説のテキストが比較的新しいのも、説教が長きにわたって古事記芸であったことと強い連関を持つものと推測される。例えば、イエズス会宣教師のジョアン・ロドリゲスが編んだ辞書、日本語文典に7古事記の一つとして、ささらぜきをおげ、それを記者をこずふために感動させることを歌ふものの一種と説明しているところからも、 説教説が、古事記芸として把握されていた事実を知ることができる。八坂神社所蔵、落中落外図に見える屋外での説教説、土佐林えの手になるものと言われる。大傘をかざし、むしろの上でささらを吸って説教語りをしている。被着で投げ銭を集めている人物、聴衆の泣き伏している姿などが確認できる。人林君毛追に見える、門説教ささら、呼吸。 三味線の三人組による門付け芸として描かれている。大傘はなく、演者は菅傘を被っている。北野鮭日記の慶長4年1月24日の記事に、説教者が京都北野の,の京王堂の脇で、説教語りを行いたい旨、北野天満宮に申し入れたことが記され、あるいは、現羅年間制作の、落中落外図や江戸時代初頭の絵巻物、西音中歌舞伎像史には、 むしろの上に立って、長い柄の大傘をかざし、酒焼きをそり、羽織を着た人物がささら説教を語る様子が、楽中楽外図や元読年間の人林君猛追には、角付けする説教者の様子が描かれている。このことから、説教説がもともと野外芸能として発展したことが、わかる。大傘と、むしろは、大道芸としての説教芸を成り立たせる大道具で、あり、むしろをもって、 舞台となし、長江の大傘を持って、非日常的な演劇空間を創出したのではないかとも考えられる。一方、大傘については、営業中の印であった。大傘を、電楽を専門に踊る、電楽帽子が傘を持った伝統にちなむとし、傘の形をした松を、神様松と称する地域もあることから、神の寄り台であることを表彰するものとの見解もある。神林毛髄では。 門説教と掲げたずに、物もらいに種なきとはいえども、小弓引き、瓶座皿ラりリは湧きて、下凡の一族なりとの説明が付されており、ささら説教のとは、小記の中でも最下層のものとみなされていたこと、説教を語る時の伴奏に呼吸が使用されるようになり、ささらと呼吸が説教には欠かせないものであったことを示している。なお、この図では、カズがささらカズがシャミ 和人が呼吸を持った三人組が、屋敷の門口に立つ光景が描かれている。元禄五年の諸国有利公職由来戦などでは、伊勢古敷が笹ささをすりながら語り歩いたものが、門説教であると伝えており、人林君も随も、また説教の出生を伊勢国としている。伊勢古敷の後は、後に伊勢商人の臨職を非難することなったが、元来は、 伊勢神宮に参宮した人々を目当てとして群がった、古事記を指す言葉であったと言われている。北の天満宮、伊勢神宮、三十三県道といった第一者は中世から近世諸島の日本にあってはアジールの機能を果たしていたのであり、非日常的な空間として様々な芸能活動が盛んに行われる空間だったのである。近世に入り、説教説は小屋掛けで操り、 人形と共に行われるようになり、都市大衆の人気を博した。戸外で行われる歌説教、門説教から、説教座という常設の小屋で営まれるようになった。浄瑠璃の影響を受け、伴奏楽器として、三味線を用いるようになったのも、おそらくは劇場進出がきっかけで、国文学者の室木や太郎は、寛永八年より少し前を想定している。また、 三世太夫など小本に残る演目は、一話を語るにも相当の時間を要し、かなり高度な力量を必要とした。とりわけ口述する、あたい七郎や七太夫などといった演者は、第一級の芸能者であり、もはや、ただの古事記ではない。説教者の流派は、玉川派と日暮れ派が二分し、関東地方では玉川派、京阪では日暮れ派が太夫となったが、共に、 大江の蝉丸神社の廃下となり、その口、線を受けた。大阪、編集畑山その山線、色道大京牧八説教の三沢大阪義次郎というものより始まるの分が、確認できる。遠方6年成立の、色道大京牧八に、説教の三沢大阪義次郎というものより始まるとあって、寛永16年の抄本。 三世歌詠冒頭に記された、摂州東成郡群幾玉省大阪、天下一説教、あえ七郎と同一人物と思われる。これによれば、寛永年間、大阪天皇寺の生国魂神社境内で操り、説教を興行したと伝え、諸国、この、説教、あえ七郎の名城は幕末まで続いている。式道大表はまた、明暦から漢文にかけて、説教七太夫、 他に、大阪二郎兵衛という説教者の存在も確認されているが、その系統や所属は不明である。京都、編集京都では、日暮林清らによって、証拠伴奏とする歌念仏が行われていたが、この一派から日暮らし八田夫や日暮らし小田優が現れ、官営以前から条河瓦で説教操りを興行したと伝えられている。商本の観光などから推定して、 漢文年間が京都における説教操りの最盛期であったと考えられ、ハムロよりなりの日記によれば、古代勇による漢文4年の説教操りは、ご水の法王の英乱によくすまでに至っている。なお、日暮小代勇の名跡は、法暦の頃まで続いたと推定されている。説教操りは、大阪、京都を中心とする髪型においては、 ギダ優説による人形浄瑠璃の圧倒的人気に押され、江戸に比べて早い段階で衰退してしまった。浄瑠璃が近松門左衛門の脚本作品を、はじめ新機軸の作品を次々に発表して、新しい時代の要請に応えたのに対し、説教操りは題材、曲折ともあくまでもその古い形式にこだわったのである。名古屋、編集髪型に次いで、 名古屋でも説教を操り芝居が演じられた。終わり儀場ことはじめによれば、漢文5年、京都の日暮子太夫が、名古屋岡頭町で説教操りを興行している。その時の演目は、小水町の湾、山増太夫、愛護若、カルカヤ、小栗方眼、年のり丸、松浦長者、池にえ、小晒し物語と記載されており、曲目が、 このように明瞭に残された記録は珍しい。衰退期の様相は不明ながら、三都と木を一にしているものと思われる。しかし、幕末期の名古屋においては、新内説の岡本峰太夫が現れ、説教材門と新内説とを融合させて、新曲を創始しているが、これは、説教源施設と称されている。江戸、東国、編集江戸は三都の中でも説教座が最も盛んであった。 商法の頃から佐渡七太夫が堺町で万事頃には初代天馬八太夫がネギ町で工業を行った。佐渡七太夫の佐渡の名は工業的に成功を収めた地の名に由来するものではないかという説がある。近世諸島にあって佐渡金山を要する佐渡ヶ島は多数の鉱山労働者が押し寄せ、娯楽の一環としての説教説には、 工業に対する高い需要があったと推察されるからで、ある。また、天馬八太夫は、漢文元年に受領して、岩見城、藤原重信を名乗っている。佐渡七太夫の方は、二代目が、天那の頃に活躍し、三代目の佐渡七太夫、豊孝という説教語りは聖徳、教法の頃、説教の伝統を守ろうと努めて、商法を盛んに刊行した。元禄の,の頃、江戸では、 天魔獣太夫、武蔵県太夫、東ずま郎、江戸孫四郎、結城孫三郎らが矢倉を掲げて説教座を営み、江戸における人形操りの最盛期の様相を呈しており、説教太夫としては、村山兼太夫や大阪七郎太夫の名が知られる。18世紀初頭を過ぎると、江戸の人形操りは衰退し、京方年間に現れた二世岩見城、藤原森主あたりを最後に、 江戸市中の説教座は姿を消した。佐渡七太夫豊河の時代はすでに説教説は推微しており、彼が刊行した小本には説教の古典とも呼ぶべき演目が多く含まれる。ゆうに、同期吉霞の、尊都一流江戸説根原集によれば、遠京年間、説教説は、江戸や、地方の祭礼などで稀に見られる程度となっ、江戸では、その後、完成の頃、小松大家勇、 三輪の大傾という山伏によって、説教が語り伝えられ、祭門と説教説とを結びつけた説教細門が起こり、今日はの頃には、本所の米国天の米千なる人物があんまの、工夫した、三味勢を用いて、説教芝居を再興させた。この系統から薩摩弱太夫が出たものの、説教芝居はやがて衰えてしまった。ただし、その流れはわずかに伝えられて、明治時代に入って、 若松若太夫が現れている。薩摩弱太夫の流れを薩摩派、若松若太夫の流れを若松派と言い,い、両者を改良説教説と呼ぶことがあるが、共に座は持たなかった。江戸時代後期以降、説教は大都会を離れ、主として農村地域における屋外芸能に回帰して、その芸能としての余命を保った。説教は、霊落した老人によって担われることもあり、 彼らは、江戸で、骨ツという組織を作って他者による講演を嫌ったが、一方、ヤシも、また売イの方便から、説教瑠璃を語ったところから、現在、説教説は、板橋や八王子、秩父など、東京近郊の限られた地域に何人かの太夫を、残すだけとなってしまっている。八王子や西多摩地方の八王子社人形や、写し絵などと共に行われる、 薩摩派の薩摩邪悪太夫、板橋を中心に活動する若松派の二世位、若松若太夫、三世位、若松若太夫、天馬派の天馬八太夫の活躍が新しい。なお、明治維新の後、薩摩派の太夫が福島県藍津地方に門付月に入ったところ、旧藍津藩の人々が宿敵薩摩を称するものだとして太夫を迫害したため、 若松を名乗ったという逸話も今教に伝わっている。太夫未生節気用カルカや、観光、加藤茂氏は妻子を捨てて出家し、カルカや同心を名乗る。現存する説教の標本は、古い順に、があり、以下、万治元年十月間、熊野の権現元気古水天万治四年正月間、愛護の和歌などと続くが、荒木茂は、明暦二年の、節気用三世太夫までが、 説教説が本来の語り物としての説教説らしい用語と語り口を保っていた時代として、これらに古説教の名を与えている。初期の説教商法においては、説をカルカヤのように、わざわざ説教用を付して、平行芸能である浄瑠璃ではないということを明示している例が多い。この時期には、演者も説教、あたい七郎などというふうに説教の語り手であることを、 示すことがある。万事以降、時代を経るに伴い、説教説は、浄瑠璃の影響を、一層強く受けるようになり、説教浄瑠璃と称されるような変質を遂げる。特に冒頭部分の、本字語りが失われ、浄瑠璃色の恋女が現れるのが、顕著な例である。赤木文庫所像、愛子の若頃観光江戸の天馬八太夫の小本と、推定される。図は四段目のもの。 説教説の代表作五作を総称して、ご説教という呼び方はすでに漢文年間に見られるが、当時具体的に何を指していたかは不明である。東京堂出版、芸能辞典説教説の項には、古くは、カルカヤ、年のノリマル、オグリホーマン、サンショを称したが、教法の頃になると、カルカヤ、三章大部、愛五弱、ブ、アイダズマ、 梅は顔称するようになったと説明されている。また、国文学者で、小説家の水谷不等の説によれば、カルカや、山椒大部、小栗方鳳丸、リマルーーの利丸、宝蔵美句の五種が、五説教である。説教操りの衰退した、安永三年女の、浄瑠律眼には、その五説教とは、篠田妻、墨田川、愛護、潮、石頭丸なりと記録されており、いずれにしても、 ご説教は、時代によって、多少の移動を伴う故障であった。他の演目としては、豪水殿、松浦長者、釈迦のご本寺、熊谷仙寺門道、越前国営平寺解散期、美衆正界笠寺観音の本寺、大福部在転ご本寺、メレンキ、ゆりわが、大臣、王将君、兵庫の月島、石山木、鎌田兵衛正清、志田の小太郎、阿弥陀宗、宗割、 論三条人の由来、ビッシャモンの本寺、天寺天皇、御たち、菩薩、広七商人、昭圧森、中女姫子本寺、また、日蓮尊者、伏見時は、善光寺会長、ドン乱記、吹上秀平入りなどがある。これらのうち、熊野の権限記号水田や、メレン記、梵天国などは、個体を残していると考えられるが、愛護弱、松浦長者は少なくとも、 小本の上からは、説教瑠璃の名がふさわしい作品となっている。また、伏見時は、志田ノ小太郎、百ユリワカ、大臣、兵庫の月島などは、元枠狭いに取材していると思われる。前景の洋曲、自然古事、大阪物郷には、人心売買の話が出てきたが、説教説の、三章大部、小栗方眼、松浦長者、梅若などでも人会は重要なモチーフとなっている。 松浦長者の西尾姫は、父の13年の紅葉のために我が身を一回に売る設定となっており、自然故事の筋と極めて高い相似性を持つことが注目される。説教浄瑠璃は、二つの徳を称えるものが多く、古浄瑠璃から影響を受けたものもあるが、逆に、摂州がっ辻など、説教説から浄瑠璃に素材を与えたという例も少なくない。内容は、 本次演技者についての語りに加え、劇的効果を狙って、形詞いじめ、お家騒動などの背景を添えたものが多い。師匠は全体に因果率を解く、霊言物が多いが、上流りの影響を強く受ける以前と以後では、形式、内容ともに大きな変化がある。本次語りと古説教特有の語り口、編集命歴以前の、いわゆる古説教冒頭には、国を申さば、単語国、 金焼き地蔵のご本寺をあらあらときたて広め申すに、これも一度は人間に手を足します。明暦二年間、佐渡七太夫商本、雪月を三世う太夫というような本寺語りがある。ここでは、神仏が神仏になる以前の姿、いわば神仏の本源である人間について語られる。そして、この首相を見ると、七十五兆あるいはその変形を単位として語られており、 例えば、単語を死なのに、金焼地蔵を、親子地蔵に入れ替えると、カルカヤの本地語りに、あるいは、国を、身の、神仏を、聖夜渡の荒人神とすれば、を、栗の本地語りになる。説教、与え七郎商本、三世歌いう人会によって、船で単語に運ばれる安樹姫と、厨子を埋る。このような定型的な文句は、他にも随所に見られ、荒いた橋や、 これをご覧じて、下に元おぼしめしの空欄部分に登場人物の名を挿入すると、様々な作品の師匠となりうる。古説教では、他の語り物には見られない、非俗な日常語や方言、生理ことがふんだんに用いられ、また、敬語の過剰な多様や道行きにおける、独特のスタイルなどに際立った特徴がある。さらに、古説教特有の語り口として注目されるものに、 旅装束をなされてに、かっぱと置きさせたまいてに、などにおける、主に助詞の手につく、関東詞の2の存在がある。これは、4種の古説教の称本いずれにも共通してみられ、三との対応が別々に語っておりながら、語り口における見事な統一性が確認できるのである。これについては、元来、伊勢方言ではないかという説、さらに加えて、 説教者の中で有力なグループが他に支配的な影響を及ぼしたのではないかとする説などがある。本事語りなどに見られるこのような定型的な文句について現在行われているゴゼ世歌や板子の才文などの語り方と比較すると、その師匠の特徴は交渉文芸として長く語り継がれてきた結果ではないかと推測できる。というのも、 語り手は暗記した主張をそのまま畜語的に語るのではなくて、多くの決まり文句を自ら蓄えていて、聞き手を前にして随時これら上等句を主者選択し、組み合わせながら、その場で自由に物語を紡ぎ出していったのであり、公演の一回ごとにオリジナルな演出を施していたのである。20世紀アメリカ合衆国の女子史学者ミリマン、パリーと弟子のアルバート、ーロードは、 古代ギリシアのホメロスのジョジシや現代ユーゴスラビアの交渉詩人の研究等を通じて無文字社会における交渉文芸はこのような因律に合う決まり文句を容易に入れ替えて語られることを解明しこれをオーラルコンポジションと命名した古説教の師匠はおそらくこの方法で記憶され再現され伝承されたものと考えられる同行文と地名編集本字あたりは 限られた日常的な時間、空間から聴衆を解き放ち、非日常的な未知な領域へ引き入れていくという効果もあったと思われる。しかし、これは縁国の霊地や霊物を実験し、それにまつわる霊現談や因縁話を熟知していなければ語り出せない性質のものでもあった。それと同様に説教説に特徴的な思想として道行きの過程を述べた同行文がある。 平家物語や太平記にも名所案内も兼ねた道行きの場面が現れるが代表的な説教説と言われるカルカや三世歌友、大栗、神と熊る愛語の和歌もまたいずれも道公文を含んでいる。また地名については作品の内容そのものに直接の関係が全くないにもかかわらず具体的な特定の地名をはっきりと述べていることが注目される。 土佐日記、伊勢物語以降の上古、中古の文学にあっては、歌も物語も、場所と内容とが互いに分かちがたく結びついており、農学や軍記物における道行きの下りは、絶えず土地の歴史を振り返る素材となり、また、土地情報の圧縮版のような意味合いがあった。これは、説教説においても同様であり、人々は地名を聞くだけで、過去の出来事や歌、 物語、人物などを想起し、しばしばこの部分だけの語りを演者に求めることさえあったようである。なお、室木や太郎は、それが実際に語られた場所に応じて、地名を入れ替え、庶民が当該地において厚く信仰した人物を引き合いに出す、ことによって、その物語のリアリティを保証する意味もあったのではないかと推定している。一方、道行きの首相には、標本による限り、 季節の描写が確認できない。これは、説教の者たちが、どの季節に語っても、聴衆にその時々の季節として想像してもらうためで、あろうと考えられる。万事以降の小本になると、新たに、古城瑠璃の影響を受けた女が現れ、文字によって描かれた作品に近づいていく。それつらつらを文見るに、人輪の法義を本として、君を敬い、民を憐れみ、政治内には誤解を保ち、 万事四年間、愛子の和歌、愛子の和歌二段目人形劇となった影響で、合戦シーンも登場している。こうした、重々しい教訓的な言葉によって、演者の威厳を示すようになり、一方、かつて野外芸能だったものが、劇場芸能となったことから旅の必要がなくなり、地方の自社や神仏が、次第に、都市の徴収に、無縁のものになっていったことから、従来の、 本地物形式は姿を消失していく。また、従来は段に分かれていなかった説教が、上瑠璃同様、全体が六段に分けられるようになったが、室木や太郎は、この変化を万事元年以降のことと推定している。そして、それぞれの段末には、上下万民を調べて、完全のものこそなかり、けれという古上瑠璃特有の形式句が付加されるようになり、さらに、 各段の間には余興を入れて、聴衆を飽きさせないような工夫を施している。その他、操り人形が活躍するハイライトシーンとして、合戦の場面を設けるなどの工夫を加え、言葉遣いも古説教風の方言や俗語を捨てて、より標準的で洗練されたものになってくる。これらはいずれも劇場進出に向けた一連の改革と捉えることも可能である。しかしながら、 このような変化は一方で、泥臭くとも、庶民のための交渉文芸として生き続けてきた、古籍教独特の生命力や、その独特な味わいを創出していく過程でもあった。なお、旧作品の改作や新作が急速に進み、上璃の改作が行われるようになったのも、万事以降のことである。くどきも、参照録音機器のない時代の芸能については、音声資料を書くことから、 その音楽的特色を説明するのは容易ではないが、江戸中期の儒学者、太宰春代の著作、読後には、説教説について、その声もただ悲しきの声のみなれば、婦女これを聞き手は、そぞろ涙を流して、泣くばかりにて、浄瑠璃のごとく陰性にはあらず。参戦ありてより、この方は、参戦を、合わせはするゆえに証拠を打つよりも、少し浮き立つようなあれども、甚だしき陰性にはあらず。 いわば愛見て気るという声なり、ダザイ春代、独語という記述がある。ダザイ春代著書、独語において、説教説の音声を愛見て気ると表現した。春代の説くところによれば、浄瑠璃が陰性であるのに対し、説教説の語りは、シャミセンを伴ってからは、多少、浮き立つところが生じたものの、悲しみのあまり傷つき、破れてしまったかのような哀絶の声であるという。 美州下本、歌舞伎絵巻でも、これを裏付けるかのように、説教説の聞き手のうちの何人かは顔を覆って、泣いている。古説教の節句としては、の六種が確認されており、そのうち、節、節句時、くどき、詰は、歌謡的要素を含むと考えられる。基本的には、言葉、節を交互に語ることで物語を進行させていったものと考えられるが、言葉は、 日常会話に比較的近いあっさりとした語り方であったろうと考えられるのに、対し、不死は説教独特の不死回しで情緒的に歌うように語ったものと思われる。口説き、爪以下はわずかしか現れないが、口説きはおそらく沈んだ調子で悲しみの感情を込め、口説く語り、爪は拷問など緊迫した場面での語りであったろうと考えられる。不死口どき、 節死爪はそれに節をつけたものであろう。上の六種以外に、切り、見え、は、説教説の商本には、板橋屋、荒板橋やという言葉が何度も登場するが、与え七郎商本三世歌詠を例にとると、節は20箇所中14箇所、節死区時は1箇所中1箇所、区時は1箇所中1箇所、それぞれ、板橋やまたは、荒板橋やのフレーズで始まっており、 ここに、顕著な符号が見られる。他の抄本では、この関係が、それほど明瞭でなかったり、哀れなるかな、竜亭こがれなきニケルのような語が使われる場合も、あるにはあったが、板橋や、荒板橋屋の語を愛観を込めて歌い語るところに、説教説の語り口における顕著な特色があったと、考えられる。文政13年の北村節信、旧将欄は、法歴10年刊行の、 風俗だらにから、板橋や浮世の隅に、天馬説というかむり付けの句を引用し、光栄元年頃に、江戸の天馬八太夫が没した後、天馬節は、かつての流星が、嘘のように衰えてしまったことを読んでいるが、ここでは、板橋屋の子が説教の語り口を表すことも同時に、読み込んでいるのである。説教説という芸能の演言は仏教における、衝動や説教であったところから、 本来的には極めて宗教性の強いものであったろうと考えられるが、それは決して理路整然とした仏教教義を説くようなものではなく、中世の民衆が抱いていた救済や転生などの強い願いに直接訴えかける常念的なものであった。中世日本における民衆生活は商行為としての人身売買が存在しており、また、度重なる戦乱や、 一気の中で抑圧され、蔓延する薬病や頻発する災害に打ちひしがれる、悲惨なものだったのであり、人々が現世に希望を持てないことも多かったと考えられる。したがって、説教説の語り手のみならず、それに耳を傾ける聴衆も、また、社会的に底辺に近い人々が多く、主人公の悲惨な境遇や果敢な行動に共感し、身につまされては泣き、あるいは、 過激なまでの復讐に留飲を下げ、そこから自らの魂を解放させていたと考えられるのである。古説教は神仏が神仏になる以前、人間であった時の苦難の生を語るという本地仏の構造を備えており、いわば神仏の前哨誕というスタイルをとっている。これは逆言すれば人間があらゆる観覧神苦に打ち勝って神仏に転生するという物語でもあった。 そしてまた、この物語は、神仏が前章において人間として数多くの苦しみや困難を味わったからこそ、同じく悲惨で苦渋に満ちた生を送る一切主情を救済する力があるという思想に基づいていた。説教説を聞きに集まる人々も、また、それが神仏として再生する物語であることを知っていた。したがって、聴衆は、 本地物という形式を受け入れながら、個々の場面については、同じ人間として、いかなる常年の中で人間の行動が語られるかに、深い関心を寄せて聞き入ったものと考えられる。そして、こうした語りの全体によって、抑圧された生活を送っている人々を、痛わしいの言葉で慰め、来世での救済を信じて、現世での苦しみを大使のぶ力を与えたことであろう、と思われる。 それにとどまらず、例えば、山椒大部の図子王は悲惨のどん底をかいくぐって、現世の復帰繁盛を達成したとき、自身を迫害した山椒大部に対し春烈なほどの処刑を加える。一方、自らが観覧神苦にあったとき、ささやかながらであっても、恩恵や非護を与えてくれた者に対しては、惜しみない法恩を行っており、これは他の演目にも共通する。ここに、 中世の民衆が、自らの幸福を強く願望し、世の不条理に憤き通り、あるべき社会に対する熱い気球の念を抱いていたことを読み取ることができる。注目されるのは、神徳丸の影山長者の乙姫などに見られる、恋物語は激しいまでの純愛を示していることである。これは、日本における恋愛が近代に入って、西欧から輸入された概念であるという見解を、 裏切るものである。そしてまた、説教説の物語に登場する、積極果敢な人物、中でも、乙姫やアンジュ姫、テルテ姫など、愛と献身に生きながら、勇気に満ち、精神的にも自立した女性は、従来の日本文学には見られない、新しい女性像を作り出したと評価される。その一方で、成り上がり単や奇襲流離単を多く含む説教説は、中世主家の伊藤正俊によれば、 経済都市に充満する、成り上がり幻想の過激化であり、いわゆる、方眼ー気は、この幻想が実際には崩壊せざるを得ないという、現実に、大衆的基盤を持っており、騎士流リタンは、その裏返しとしての貴族への同型、叶わぬ夢の繁栄であるとも捉えられる。説教、与え七郎商本、賛成歌優三章大部は不条理にも、 安寿姫に対し残酷な拷問を繰り広げる。今まで見てきたように、説教説の起源は古く、鎌倉、南北朝の時代に遡るものの、古事記芸能として民衆の底辺にあり、日本文化史においては長く渦もれた存在であった。他の芸能や語り物については、室町時代の貴族の日記や文書にしばしば参見されるのに対し、 最下層の民によって演じられる説教説については、ほとんど文献記録が残らなかったのである。陰ン,ンで、グロデスクな描写を含むストーリーもまた、必ずしも貴族たちの思考に沿うものではなかったと考えられる。このようなことから、説教説によって語られた演目の多くは、その形成のプロセスを解きほぐすことが極めて困難である。中世にあっては、説教説の他に、 衝動の流れを引く様々な語り物があり、これらの芸能を担って各地を語り歩いた多様な下級集教科が存在したが、これら多様な芸能者の間には大阪山のセミマル神社などを通じて直接間接の盛んな交流があった。従ってそれぞれの語り物の間に影響や摂取の重層的な相互関係があり、ささら説教のとはこうした中から、 自らの芸能にふさわしいものを吸収し、説教説の世界を創造したものと考えられる。一方、下級宗教者が民衆の中に入っていった目的として、本来は信仰の宣布ということがあったはずであるが、それが庶民に受け入れられるためには、彼らに固有の信仰や土俗監修などと結びつき、人々の意識、感情、情念、想像力といったものを組み取らなくてはならなかった。 その意味で、説教説は、語り手と聴衆とが、その濃密な関係性の中で一体となって育んできた芸能でもあった。こうした多層的、複合的性格のゆえに、この芸能の形成過程を単純に割り出すことは、一層難しいのである。しかし、一方では特定の信仰の宣伝という直接的な動機から離れ、それに伴う効果、 効力という合理的な側面をも失った反面、日本の中世民衆の文学的想像力がより自由に表現されたものになっていることは確かであり。その意味で、ドイツの哲学者、文学者、ヨハン・ゴットフリート・ヘルナーが18世紀紅葉に語った自然文学と形容して良い内実を備えている。語り物芸能の主流が中世の閉局から、 近世の上流に移る間に様々な交渉文芸の精水があり、また相互の競争も華々しかったが、その中で有力なものとして部局と説教が挙げられる。平局は平家物語を琵琶の伴奏で語る、語り物芸能であったが、これは琵琶帽子という妄想の専業によるものであった。中世も終末期に近づくと平局の人気は衰え、それに伴い妄想は、 様々な芸能を行うようになったが、時継ぐ狂気、天正20年8月15日上には、ある雑踏が、平家以外に、浄瑠璃、三味線、早物語を演じている、胸の記録がある。ただし、この時期の浄瑠璃は未だ一地方の語り物の息を出る、ものではなかった。雑踏による浄瑠璃語りそのものは、協力4年以前に遡ると言われる。 ジョ璃ルリという芸能の名称は、三河国や萩塾の遊女ジョ璃ルリ御前と、源義経の恋物語から橋を発している。中世における語り物には、蘇我物語や義経記などを題材にしたものもあり、上述したように多数の下級宗教者によって語り、運ばれたものであるが、そうした中で、ジョ璃ルリが説教節説約狭いその他を抑えて金星に躍進したのは、内容も、 さることながら、語り口の力強さ、節回しなどの点で新鮮なものであったからと考えられる。シャミンという琉球王国から伝わった楽器を駆使し、操り人形を利用して、劇場芸能にふさわしい演出を加えたことも大きい。それに加えて、ジョールリ工業に新しい演出を施した人物や、音楽的要素をもたらした人々は、妄想はじめ従来の芸能者ではなく、 むしろ素人と呼んで良い人々が多かったのである。武局は単に、前ともいい、その歴史は古く、室町期にあっては農学にも取り入れられたが、16世紀以降は、語り物の対策も手掛けるようになった。織田信長が、講和構えの講和家八郎九郎を取り立て、また、他の戦国大名も講和家に属する諸派を、厚遇するようになって以降、講和構えの一派は、権力と結びついた。 そうした中には、江戸期にあっては私文に取り立てられて、功録を得た例もあったが、しかし、本来の芸の継承や向上に和解して不熱心となり、自分たち以外の芸能者を見下し、抑圧する側に回ったのであった。一方で、そうした幸運に恵まれなかった前の人々は、幸和か非幸和か問わず霊落し、古事記同然に転落した人も多かった。騎士改正を図るべく、京都などでは、 前座の工業も試みられたが、成功しなかった。以上、浄瑠璃と比べると、説教には、部局同様、素人が参入する余地は少なかったと思われる。その意味では、浄瑠璃に見られるような従来の殻を破る要素には、乏しかった。説教は、浄瑠璃との競合関係から、その独自性を保つため、個体を維持する必要があったのであるが、浄瑠璃風の神秘を出そうとしたところ、 独自性が失われ、やがて水亡してしまった。ただし一方では、一部の舞とは異なり、宮中に出入りしたり、大名や有力者に招かれたりする例がほとんどなく、権力と結びつく機会がほとんどなかった。それゆえ、部局に比べれば、むしろ語り物芸能の新しい転換には、積極的で、古城瑠璃と対抗し、あるいは妥協しながら、芸能としては相当長く生き延び、 長期にわたって影響力を保持したのである。中世の長きにわたって身分的にも経済的にも底辺に近いところにあった説教説は近世にあっても人々の支持を広く集めたのである。説教説が中世末から近世にかけての時期にわかに芸能として脚光を浴びるようになったのは操り芝居との提携という契機もあったが、これまで述べてきたように 説教説の語りそのものに人々を引きつける独特の魅力や時代を超えた普遍性が備わっていたからであろうと考えられる。慶長年間の日本においては一部の人は別として大多数の人々は文字や書籍になじまない生活を送っていた。元より写本は盛んになされていたし絵巻物よりも勘弁な奈良絵本も当時盛んに制作されていた。また、 南蛮人や朝鮮半島からもたらされた新しい印刷技術もあって、活字本も刊行されていたのであるが、しかし、それは必ずしも社会的に広範に及んだものではなかった。それが、官営年間に入り、従来の木活字に変わって、原稿そのままを木の板に彫って印刷する、正版印刷がなされるようになると、出版は完全に商業ベースに乗った。これに伴い、 出版の大衆化が大いに進み、一般庶民を読者とする大衆文学も読まれるようになったのである。正版印刷は漢字を自由に用い、読み仮名なども付して読みやすくすることができる上、はるかに低廉な価格で印刷物が刊行でき、版元の経営を安定させたのであった。こうして進行した出版大衆化もあって、民衆の側にも文字に対する旺盛な学習意欲が生まれた。 慶長より、約100年後の法永3年の浄瑠璃、五番太平記には、大制力也が、文盲の岡平を笑って、世には、無筆も多けれども、一文字引くことも読むこともならぬとは、子供に劣った、奉公人と語る場面が出てくるまでに至り、その間の民衆の識字率の向上には目覚ましいものがある。ところが、慶長の頃にあっては、一般民衆はまだまだ文字の文芸からは、 遠い世界にあり、交渉文芸特に語り物の世界にあったのである。そして、官営機構の出版大衆化の進行は、次第に文芸における文字の比重を増大せしめた。古説教といわれる官営から明歴にかけての説教商法は、このような経緯の中で生まれたのである。そしてまた、説教説が18世紀に入って、急速に衰退していくことは、都市を中心とした民衆の文化が、 高等的な文化から文字的な文化へと大転換を遂げたことと気を一にしているのであり、これは文化史上の大きな活気であった。もとより青森県のイタコザイや新潟県の御ゼ歌など、かつての説教説と形式や素材において共通点を持つ交渉文芸が細々と続いてきたことは確かではあるが、とはいえ、これらの芸能がその内容において、 非常に衰弱してしまったものであることは否定できない。これに対し、かつての説教説とりわけ、古説教と呼ばれる説教説は、日本の交渉文芸史上高度に花開いた作品群であり、ある意味では、最後の線光とも呼びうる存在である。それが、幸いにも正反印刷の普及の時期に当たっていたため、文字によるテキストとして後世に伝えられたのである。 ジョ璃ルリと説教説は相互に影響を与え合い、ジョ璃ルリ作品に多くの素材を提供したのは記述の通りである。説教説の演目から素材を得たジョ璃ルリの作品には、上述の雪舟合法辻のほか、小栗方眼者街道、カルカヤ総門畜舎、栄、ア足や道満大内明などがある。原読期以降の説教説はまた、歌舞伎、カルカヤ同心の西木へ、 一村竹之丞が同心役を務めた参照大部は、歌舞伎では、ゆらみなと千賢長者という演目になったが、現在ではあまり上演されなくなっている。年しのり丸は、洋曲、弱防止の題材となっており、さらに歌舞伎、文楽の雪舟合法辻に引き継がれ、また、カルカヤの石、わらべ丸の物語は、歌舞伎のカルカヤ同心に、小栗方眼は歌舞伎、文楽の おぐり方眼社会道の題材となっている。何は節は、西門語りと説教説の双方を源流として、生まれた語り物と言われ、ちょぼくれ、ちょんがれ、うかれ節なども同系統とされる。何は節の起源は、教法頃に活躍した何はイスケであると説明されることも多いが、実際に流行したのは、幕末期が最初であるという。また、落語は説教と、説話講談は、 説教を源流としており、共に近世初頭に成立した話芸である。説教からは、不死弾説教と説教説が派生しているが、説教説における意志、わらべ丸や小栗方言の話は、講談でも多く取り上げられ、明治、大正に至るまで庶民には馴染み深い話であった。映画、参照大部のポスターベネツヤ国際映画祭で、銀次首相を獲得するなど海外でも高い評価を、 受けた。説教説は、文芸の上では、江戸時代のエイリゴラック本である草草蔵や、電気小説の類にも多くの素材を提供した。極定バーキンも、石戸丸カルカヤ物語や、松良さよ姫石魂色などの特本作品を残している。説教説の演目は後に、近代小説の題材ともなった。1915年に、森鴎外によって、小説、 三章大部が書かれ、雑誌、中央公論に掲載された。王外は、説教のあらすじを概ね再現しながらも客色を、加え、親子や、指定の骨肉の愛を中心に描き、近代的な意味で、破綻のない世界にまとめ上げたが、しばしば、原作の持つ荒々しさや、陰酸さ、敷いたげられたもののドロドロとした情念の部分は、取り払われたと指摘される。また、 この本案小説にあっては、道行きの下りは、ごく簡単に処理されており、死と再生という説教説が持つ、独特の場と、形式も掲示されていると指摘されることがある。1917年には、折口忍によって、短編小説、新徳丸が発表されたが、これは、説教説、年のり丸や陽極弱防止の元となった。 高安長者伝説を宗教倫理の方便風な文史を取り去って短編小説化したものである。主人公、新徳丸は、ここでは、先祖伝来の病を持つ伝学師の子息として描かれている。昭和に入って、大外原作の参照大部が1954年、溝口賢治監督作品として映画化され、折口原作の新徳丸は、寺山修司 岸田里の脚本を得て、劇団天井佐じきによって、舞台作品、新徳丸として1978年に、初演されるなど、説教説の演目が新しい形で蘇り、話題となった。また、小栗邦岩は、1982年に初演された、遠藤拓夫脚本、演出の横浜ボートシアターによる、仮面劇、小栗邦岩、テルテ姫となって、大反響を呼び、 1991年に初演された梅原武志作のスーパー歌舞伎、おグりとして注目された。その他、説教説の素材は、日本列島各地で、例えば小瀬歌として、妄想琵琶として、あるいは大黒舞の歌などとして伝えられた。また、三味線による説教語りは、新潟県佐渡市の説教人形、埼玉県横瀬町の人形芝居、東京都八王子市の車人形など、 各地の民族芸能として、その名残を留めている。ありがとうございます。